はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2024年下半期にリリースされるだろう面白そうな作品を紹介していきます。先に謝っておきます。申し訳ございません。今回の動画は長いです。100本以上の作品をピックアップしましたが、絞りに絞り込んで50本になりました。たまにはね、長尺動画もありかと思いますのでご了承ください。ということで、今年もあっという間に半年が過ぎ、夏に差し掛かろうとしていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。正直今年の上半期は昨年の対策ラッシュに比べるとちょっと印象薄めで、パッと思いつくのはパルワールドくらいでしょうか。とはいえね、まだまだ6月から年末にかけて面白そうな作品がたくさん登場するのでチェックしてみてください。そして Steam のイベントでは来月6月11日から未発売の体験版が多数登場する Steam Next Fest が開催されます。今回紹介する作品の体験版が登場するかもしれないので気になる作品がある方は要チェックです。そして今回紹介する作品のリリース日や対応言語は現在時点での情報となり、今後変更となる可能性があることはご了承ください。さあこの中からどれだけ今年リリースされるかわかりませんが、発売日順に見ていきましょう。まずはじめに、新女神転生5バンジェンス。アトラスの人気 RPG 新女神転生シリーズ最新作。本作はアトラスより2021年11月に発売された任天堂スイッチ用ソフト新女神転生5の決定版とのことで、オリジナル版のストーリー創世の女神編のほか、新規ストーリーとして虐げられた者たちによる復讐譚復讐の女神編を収録。また全ての悪魔にユニークスキルを追加するなど新たな要素が多数追加され、オリジナル版を遊んだプレイヤーでも楽しめる仕様になっているとのこと。物語の主人公は全寮制の縄文学園に通う高校3年生。彼は同級生たちと共に学園に通いながら平和の毎日を送っていたが、ある日トンネルの崩落事故に巻き込まれ気を失ってしまう。主人公が目を覚ますと、荒廃し砂漠と化した東京は悪魔が跋扈する魔界ダートへとなり果てており、そこで突如現れた謎の男によって禁忌の存在ナホビノへと変貌し、悪魔に対抗する力を手に入れた主人公は神と悪魔たちとの戦いに身を投じていくことになります。本作では新女神転生5で語られたストーリーに加え、もう一つのストーリーが追加されており、その物語はプレイヤーの選択によって中盤以降が大きく分岐し、前作では語られなかった虐げられた者たちによる復讐譚復讐の女神編が新たに描かれているとのこと。そして新たなストーリーでは、前作に登場しなかった制服姿の少女広峰陽子が登場し、彼女は不思議な力を持ち悪魔払いの魔法を習得し、主人公たちと共に悪魔と戦うことになるようです。さらに新要素は物語だけではなく、新たなダートや新ダンジョンが追加、バトルについてもブラッシュアップが行われ、全ての悪魔たちにユニークスキルが実装されるなど、悪魔たちの個性をより輝かせるための要素が追加されているとのことです。新女神転生5バンジェンスは2024年6月14日リリース予定、日本語対応の作品です。ソウルマスク、強者だけが生き残るサバイバルアドベンチャー。本作は壮大な原始大陸を舞台に、プレイヤーは厳しい試練に立ち向かいながらも、資源を採取したり、道具やアイテムをクラフトしたり、自分だけの建物を作り上げ、自分が率いる部族を発展させ、最終的には文明の裏に隠された謎を解き明かしていくことになるようです。世界観的には原始時代や旧石器時代のような戦士時代を舞台にしているようで、それらの時代を反映した建築システムや物理ベースの戦闘、部族間の PVP、最大70人規模でのマルチプレイに対応するとのこと。戦闘では多種多様な8種類の武器と50以上のスキルが登場し、それぞれの武器やスキルには独自のアクション演出が搭載されており、戦闘時には相手の状況に応じて使用する武器やアクション、攻撃で狙う部位を適切に選択する戦略性が求められるようです。また仮面をテーマとした本作ですが、プレイヤーは旅の途中で見つけた古代のマスクに秘められた力を使い、部族の指導者として人々を集い、農業や資源生産、地域の巡回などの指示をすることができます。またそうした部族はそれぞれが異なる武器を扱い、様々な製造技術にも精通しており、部族の発展に貢献してくれるだけではなく、育て上げた部族の軍隊で壮大な戦闘に挑むことも可能です。さらにマスクは見た目や機能が異なるものが複数存在し、それらのマスクを使用することで NPC プレイヤーに憑依したり、環境擬態という能力を使って自然に溶け込む能力を得ることができ、探索や戦闘を有利に進めることができます。部族の生き残る道を切り開き、仮面に隠された謎を解き明かすサバイバルアドベンチャー。ソウルマスクは2024年6月18日リリース予定、日本語対応の作品です。スティルウェイクザディープ、石油採掘施設を舞台にしたホラーアドベンチャー。
物語の舞台は1975年、スコットランドの沖合に位置する石油採掘施設ベイラ D。 北海に浮かぶこの施設は突如激しい嵐に見舞われて孤立してしまう。プレイヤーはこの施設で働く電気技師キャズ・マクアリーとなって、激しい嵐と謎の怪物に追われながらも暗くいてつく北海で生き延びるため施設内を探索していくことになります。嵐に見舞われ通信回線も脱出方法も見つからない混乱した状況の中で、プレイヤーは施設内を探索し、仲間の乗組員を見つけ出したり、危険な状況を乗り越え海の荒波に揉まれながらも未知の恐怖に立ち向かっていくことになります。本作戦闘要素はなく、電気技師であるマクアリーは知恵と冷静さを武器に恐ろしい敵と対峙していくことになり、浸水した廊下や嵐に巻き込まれた甲板を走り登り泳ぎながらも恐怖の世界からの生還を目指します。また作中ではアクションと恐怖といった要素だけではなく、主人公自身も妻から離婚を告げられ思い悩んでいることや、この施設で働く同僚や料理長との交流を通してのヒューマンドラマも描かれるようです。北海の荒波をリアルに再現した採掘施設で繰り広げられるホラーアドベンチャー、スティルウェイクザディープは2024年6月18日リリース予定、日本語対応の作品です。アスカ、バイキングをテーマにしたオープンワールドサバイバル。最大4人でのマルチプレイが楽しめる本作。プレイヤーは部族のリーダーとなってバイキング部族の集落を拡大構築していく作品です。ゲームは北欧の地を舞台に、探索や戦闘、クラフトサバイバルといった要素から自給自足の自立した集落の運営要素などもあり、さらにはバイキング船を建造して航海に出発し、新しい土地を発見すればさらなる入植地を作ることも可能。そういった複数の植民地を供給ラインでつなげ、物流網を構築することでより発展したバイキング帝国を作り上げていくことができるようです。また都市運営要素では村人たちに指示を出し、農場や鍛冶屋で働かせ物資を生産することが可能で、村人たちに訓練を行うことで能力が向上し、より大きな成果を上げられるようになります。しかし村人たちの生活を安定させるためには様々な欲求を満たさなければならないようです。未知の世界を探索する中での戦闘は、北欧神話や伝承上の怪物も登場するようで、探索に出て敵と戦うだけではなく拠点である集落を襲撃してくることもあり、そんな時も村人たちが防衛に力を貸してくれるようです。アスカは2024年6月21日リリース予定、日本語未対応の作品です。ブリーチウェイ、スペースシップで宇宙を旅する SF ローグライクデッキ構築。本作は宇宙を航行するスペースバトルシップの艦長となったプレイヤーが、乗組員を集めて装備を整え、次々と襲い来る敵勢力と戦いながらも謎のシグナルを追って銀河を旅する物語が描かれます。ゲームはスレイザースパイアや FTL から影響を受けたデッキ構築型 SF ローグライク。スレイザースパイアのように複数に枝分かれしたマップを進み、カードを使った戦闘マスやイベントマスに対処しながら最終地点にいるボス撃破を目指すこととなり、その道中で新しいカードの追加のほか、宇宙船の武器や防御のアップグレード、内部モジュールを組み合わせ自由にカスタマイズして宇宙船を強化していくことになります。また宇宙船にはいくつかの種類があり、体験版はそんな感じにゲームを進めていくことで、それぞれに特徴を持った強力な宇宙船がアンロックされていくようでテンションが上がりました。さらに本作ゲームの流れは従来のデッキ構築とよく似たゲームシステムですが、戦闘においては独自なシステムとなっており、カードを使用するためのコスト、本作ではリソースと呼びますが、戦闘ではこのリソース管理が重要となってきます。他にも強力なカードはオードナンスとエネルギーなど複数のリソースを消費したり、獲得した防御値は次のターンに全て消滅するのではなく半分が残るなど、本作独自の戦闘システムになっており、やりごたえがありました。ゲームとしては戦闘も面白く、宇宙船のアンロック要素やカスタマイズ要素など個人的には好印象な作品かと思いました。ブリーチウェイは2024年7月リリース予定、日本語対応の作品です。ゲシュタルト、スチーム&シンダー、スチームパンク 2D アクションアドベンチャー。レトロゲームにインスパイアされたという本作は、爽快な戦闘と意外性のあるストーリー、美しく描かれるスチームパンク世界で蒸気エネルギーを利用する人類最後の砦、巨大都市カナーンを舞台にしたアクションアドベンチャーです。主人公アレセイヤは数世紀前から続く邪悪な都市監視組織コミュニティウムの企みを阻止すべく戦うといった内容で、人類の生存をかけた戦いの末に蒸気都市誕生の暗い真実が明らかになっていくようです。主人公のアレセイヤは内なる力を解放して様々な攻撃コンボや銃撃を身につけ、レベルアップによる各種ステータスの強化やスキル習得といった育成要素、サイドミッションなども存在するようです。
ゲシュタルト・スチーム&シンダーは2024年7月16日リリース予定、日本語対応の作品です。ノアランド、物語を生み出す中世シティビルダー。今月5月にリリース予定でしたが延期となりました。リムワールドやクルセイダーキングスに影響を受けたとされる本作。プレイヤーは農民、奴隷、兵士、犯罪者など様々な階級の人々が住む都市を管理する貴族となって、家族の一員それぞれに仕事を割り振り、都市建築を進めていくコロニーシム。登場するキャラクターは一人一人が個性的で、階級犯罪、奴隷の反乱、宗教紛争、経済問題、人間関係、裏切り、戦争など予測不能なイベントが発生し、常に刺激のあるゲームプレイが楽しめます。都市に住むそれぞれの市民には社会的地位や個人の特性によって独自のニーズや行動様式を持っているとともに、プレイヤーが操作する家族にもそれぞれの性格があり、彼らの特徴や個性を考慮しながらもうまく管理していかなければなりません。またゲームでは自身の都市を管理するだけではなく、ワールドマップもあり、他の王国や宗教指導者との関係性にも気を配らなければならず、外交戦略をうまくして同盟を結ぶこともできるし、軍事力によって根絶やしにすることも可能。体験版を先行プレイさせていただきましたが、体験版はねちょっと日本語に対応していなかったので、まだ何とも言えず動画にもしていないですが、まあ、とにかく至るところで何かしらの物語が起こっている印象。従来の街づくりゲームのように都市建築を行っていくんですけども、見てないところで主人公というかプレイヤブルキャラクターが大司教のような偉いさんと殴り合っていたり、主人公の奥さんが知らないおっさんとベッドインしていたり、そういったね告知がねポップアップで表示されていると思うんですが、メッセージログが流れていくので英語だと何が起こっているのかちょっと理解できない感じでした。ノアランドは2024年7月18日リリース予定、日本語対応の作品です。ダンジョンズ・オブ・ヒンターベルク。仕事に疲れた女性が都会から離れ、アルプスでダンジョン探索アドベンチャー。本作は美しいオーストリア、アルプスの観光名所ヒンターベルクを舞台に、社会人生活に疲れた司法修習生のルイーザが仕事に忙殺される毎日を抜け出し、ヒンターベルクのダンジョン攻略に挑む物語が描かれます。社会人生活に疲れた主人公ルイーザは友達を探すべくアルプスの観光名所ヒンターベルクを訪れますが、とある理由からダンジョン探索に挑むことになり、剣と魔法で大冒険が繰り広げられていくことになります。ヒンターベルクはオーストリアにある実在する地域で、アルプス山脈の東に位置する風光明媚な観光地。ゲームはダンジョン探索だけではなく、スノーボードで氷河を滑降したり、森林の中をジップラインで滑空したり、山登りに挑んだりと様々なアクティビティを楽しむことができ、湖畔のカフェで至福のコーヒータイムを過ごすなど、リラックスする時間も用意されています。ダンジョンでは剣と魔法を駆使してモンスターとのバトルが展開。ルイーズは見た目こそリュックを背負った普通の女の子ですが、刀を振るったり回転斬りを繰り出したりと爽快かつ派手なバトルを繰り広げていくようです。また村の人々や他の冒険家たちとの交流を深めることで、彼らからアドバイスをもらったり、新たなスキルを教えてもらったりしながら、討伐の達人マスタースレイヤーへと成長していくことになります。美しい自然と冒険、友情と成長を描いたダンジョン探索アドベンチャー、ダンジョンズ・オブ・ヒンターベルクは2024年7月19日リリース予定、日本語対応の作品です。地球防衛軍6。地球防衛軍シリーズのナンバリングタイトル6作目。本作は2022年8月に PS5、PS4 でリリースされている作品です。ゲームは地球防衛軍の一員として、視界を埋め尽くす巨大な虫や異星人、怪獣を相手に奮闘するミッションがボリュームたっぷりに収録されており、協力プレイでフレンドと一緒にミッションを楽しめます。物語は前作地球防衛軍5から続いており、3年が経過した西暦2027年、異星人の襲来により人口の9割が失われ、荒廃した地球で主人公は地球防衛軍の復興を目指し、過酷で孤独な戦いが繰り広げられていきます。プレイヤーはミッションごとにレンジャー、ウィングダイバー、エアレイダー、フェンサー、それぞれ特徴の異なる4つの陛下から1つを選び出撃。ミッション内では陛下の耐久力を向上させるアーマーや新たな装備が入手できることもあり、繰り返しミッションをクリアして陛下を強化しつつ、より難易度の高いミッションに挑んでいくことになります。本作ではシリーズ史上最高のミッション数と武器や兵器を収録しており、ミッションでは最大4人までのオンライン協力プレイを楽しめます。地球防衛軍6は2024年7月25日リリース予定、日本語対応の作品です。フロストパンク2。極寒の世界が舞台な街づくりシミュレーション、戦争サバイバルシミュレーション、ディス・オブ・マインのクリエイター陣が手掛け、前作も高評価で販売本数300万本を超えたフロストパンクの最新作。
地球文明を崩壊に追いやった前作の大寒波から30年後の1917年が本作の舞台。時代の流れとともに都市の発展や新たな資源の探求という現実に向き合うこととなり、熱源装置の動力資源も石炭を利用した蒸気機関から石油を利用したディーゼル機関へと進化。摂氏マイナス100度を下回る極限の環境下の中、プレイヤーは彼らのリーダーとなって生存をかけ、極寒の世界で地球最後の都市を築いていくといった作品。極寒で生活する住民の健康管理に気を配りつつも、食料の調達、住居の建設、インフラの整備などを行っていき、街を発展させるだけではなく、いかにして生き残るかに焦点が当てられたシビアなサバイバル街づくりシミュレーションを体験できます。またシティビルドだけではなく、都市では手に入らない資源を求めて遠征に出たり、住民を統制するために法を制定し社会を形成していく中で、時には代償を伴う決断を迫られることにも対処しなければなりません。常にギリギリの状態で都市を運営していくハードな街づくりシミュレーション。フロストパンク2は2024年7月26日リリース予定、日本語対応の作品です。ブラックミスウーコン、黒神話悟空。中国の古典小説西遊記をベースにしたアクション RPG。 本作はアンリアルエンジン5を採用し、美しいグラフィックで描かれた東洋の神話とファンタジーが融合した世界を舞台に、プレイヤーは孫悟空のようなキャラクター天明神となり、地に魍魎が跋扈する中国神話の世界を冒険し、伝説に隠された真実を探す物語が描かれます。ゲームは3人称視点のアクション RPG。トレーラーを見る限り、孫悟空風の天明神は如意棒であるコンボをメインの武器にしながらも魔法のような砲術を駆使して戦っていくようで、詳細は分かりませんが、他にも神力、天武、そして武器や装備などを組み合わせたキャラクタービルド要素もあるようです。また戦闘ではソウルライクのようなシステムを採用し、スタミナゲージを消費する回避で敵の攻撃をかわしつつ、如意棒による連撃を叩き込む激しいバトルが展開。如意棒を使ったアクションが多いようで、如意棒を振り回し遠距離攻撃を防いだり、伸びる如意棒で棒高跳びのようにジャンプして攻撃したりと、如意棒を使ったアクロバティックなアクションを楽しめそうです。ブラックミスウーコン、黒神話悟空は2024年8月20日リリース予定、日本語対応の作品です。プリズンアーキテクト2、進化した刑務所運営シミュレーション。本作も今月5月リリース予定でしたが、9月へと延期になりました。本作は2015年にリリースされ、5万件以上のレビュー数で高い評価を獲得したプリズンアーキテクトの続編タイトルです。プレイヤーは刑務所を一から建設し、受刑者を受け入れるための牢屋や監視塔などを設置して人員を整え、脱走や暴動を防ぎながらも、受刑者の日々のスケジュールや食事といったところまで細かく管理して、彼らをうまく統制し公正に導いていくことになります。収監されている囚人たちの AI は前作よりも強化されており、一人一人が個性を持ち、友好関係を築いたり敵対したりと独自の人間関係を形成する中で、互いに影響し合って行動し、欲求や必要に応じて物事を決定していくとのことで、プレイヤーは囚人たちのリアルで複雑な行動に対応していくことになるようです。前作では 2D 見下ろし視点でしたが、今作では 3D のグラフィックに進化し、前作よりもさらに自由度が増した受刑者の管理や刑務所の方針決定、建築などを楽しむことができ、さらに本作ではワールドマップも登場するとのことで、プレイには刑務所の外の要素まで絡んでくるようです。プリズンアーキテクト2は2024年9月4日リリース予定、日本語対応の作品です。ストーカー2、ハートオブチェルノブイリ。チェルノブイリ原発を舞台にしたオープンワールドサバイバル FPS。 ゲームは2006年に2回目の爆発事故を起こしたチェルノブイリ原発の周辺に広がるゾーンと呼ばれる立ち入り禁止地帯を舞台にした一人称視点のオープンワールドサバイバル。ゾーン内部では突然変異したミュータントやアノーマリと呼ばれる超常現象が発生し、絶えず派閥抗争が起きている危険地帯。プレイヤーは一攫千金を求め、危険地帯ゾーンに存在する計り知れない価値を持ったアーティファクトを狙うストーカーとなって、ゾーンの奥深くへと進み、この世界にまつわる謎を解き明かしていくことになります。多種多様な敵との戦闘や昼夜のサイクルと天候の変化、空腹、睡眠、放射能汚染などのサバイバル要素、様々な分岐で描くストーリーはマルチエンディングで複数に存在。ゲームエンジンにはアンリアルエンジン5が使用されており、美しく広大なオープンワールドを背景とした一人称視点のサバイバルアクションを楽しむことができそうです。ストーカー2、ハートオブチェルノブイリは2024年9月6日リリース予定、日本語対応の作品です。
ウォーハンマー 40K スペースマリーン2。ダークな SF ファンタジーで描かれる三人称視点のアクションシューター。本作はハードコアな SF やオカルト、宗教的な文化要素が融合されたミニチュアゲームウォーハンマー 40K をベースに制作され、高い評価を得たウォーハンマー 40K スペースマリーンの続編です。13年ぶりの続編となる本作では、長きにわたる戦争にて荒廃した遠い未来、皇帝とインペリウムに忠誠を誓うウルトラマリーン戦団のエリート戦士タイタスとなって、インペリウムの領内に大群で押し寄せてきた昆虫型エイリアンティラニットを駆逐するため、仲間たちと共に小隊を組んでの戦いに挑むことになります。発表当初はシングルプレイの作品とされていましたが、昨年6月に公開された情報ではコープキャンペーンモードを実装し、フレンドや NPC と3人までの協力プレイに対応することが明らかにされ、コープでは他のキャラクターを AI でコントロールすることもでき、銃器はもちろんチェーンソードやハンマー、大釜などを利用したダイナミックな肉弾戦が展開。開発は大量のゾンビが襲い来るワールドウォーZで知られるセイバーインタラクティブが担当し、映像に収められているような相当数のエイリアンが襲い来る戦闘が楽しめるようで、かなり脳汁出まくりなアクションとなるのではないでしょうか。ウォーハンマー 40K スペースマリーン2は2024年9月9日リリース予定、日本語未対応の作品です。エノトリア・ザ・ラストソング、イタリアの伝承や文化をベースにしたソウルライクアクション RPG。 ゲームの舞台となるのは様々な文化と国が栄えるエノトリア。しかしこの世界はカノバッチオと呼ばれる邪悪な演劇に飲み込まれ、人々は舞台を演じるだけの役割を与えられたただの人形になってしまう。そんな世界でプレイヤーは唯一役割を与えられていない変化の仮面となって、終わりなき演劇から世界を解放するために戦っていくことになります。ゲームは三人称視点で展開、異なるプレイスタイルをもたらす仮面の力を駆使して呪われた土地や敵に立ち向かい、倒した敵の仮面を身につけ最大3つの仮面セットを切り替えることができるなど、多彩なプレイスタイルを楽しむことができるようです。戦闘は敵の攻撃をクイックステップやパリ、巧みに避けつつ反撃するスタイリッシュなもので、装備はロードアウトとして3つまでセットし、戦況に応じて切り替えることが可能。また敵の行動や周囲の世界を変化させるアルドーレの力を操ることで現実を意のままに改変し、周囲の環境を戦略的に変化させパズルを解いたり、隠された道などを出現させるなど、世界に隠された秘密を暴いたりする要素もあるようです。イタリアの伝承や歴史をデザインに取り入れたソウルライクアクション RPG、 5月22日より体験版が配信されています。エノトリア・ザ・ラストソングは2024年9月19日リリース予定、日本語対応の作品です。無限とも思える長い、メタファー・リファンタジオ、やらかし声優のナレーションから始まるアトラス完全新作ファンタジー RPG。 物語の舞台はユークロニア連合王国。この国は王子と王の暗殺によって統治者を失い、混迷と不安がもたらされていたが、ある日歴史上前例のない選挙魔法が発動。この魔法はどんな身分のものでも民衆の人気さえ集めれば次の王になれるというもので、これにより前代未聞の王位争奪戦が勃発します。主人公もまたこの選挙へと巻き込まれることとなり、相棒である妖精ガリカと共に広大な大陸を巡る旅を続ける中で、様々な仲間たちと出会い絆を深めていくことになります。ゲームのメインとなる王位争奪戦は、亡くなった王が仕組んだ選挙を課す魔法で、国民投票によって王位を競わせるという王国全土を巻き込んだ大レースに主人公も参加することとなり、作中では凱旋者と呼ばれる移動拠点に乗って仲間と共に各地を旅して、フォロワーと呼ばれる支援者を獲得していくことになります。訪れる街ではメインクエストのほか、サイドクエストでは強力な敵の出現やレアアイテムが手に入るようで、攻略の重要な要素となっているとのこと。戦闘はアクションとコマンドバトルが融合した独自のバトルシステム、ファスト&スクワットで展開。ダンジョン探索中に直接攻撃を加えるアクション、ファストとコマンドバトルで戦うスクワットを切り替えて戦うことが可能で、格下の敵はファストアクションで手早く攻滅し、格上の相手とはスクワット、コマンドバトルで慎重に戦うシステムで、ゲームのテンポを損なわないようにデザインされているとのことです。また敵とのバトルは意図的に少し難易度が高く設定されているとのことで、戦闘ではジョブのような英雄像、アーキタイプと呼ばれる特別な力が重要となり、キャラクターはアーキタイプに変身することでスキルが使えるようになるシステムが特徴。また支援者であるフォロワーとの関係性を深めることで、新たなアーキタイプとして覚醒させていくことができ、どのフォロワーとの関係性を優先させるかはプレイヤー次第。また詳細が明らかにされていない部分も多く、主人公が持つ小説には我々が住む現代社会のようなイメージが描かれていたり、作中に登場するカタカナで人間と呼ばれる正体不明の怪物が物語にどう関わってくるか、かなり期待を抱かせる作品になっています。
メタファーリファンタジオは2024年10月11日リリース予定日本語対応の作品です。貴様が捨てたその理想。聖剣伝説ビジョンズオブマナー、約17年ぶりの登場となる聖剣伝説シリーズ完全新作。制作を手掛けるスクエニさん曰く、王道ファンタジー RPG として原点回帰したということで、シリーズの特徴ともいえる自然や精霊とのつながりを感じられる世界観を軸に、マナと聖剣をめぐって描かれる物語は豊かな色彩と温かみのあるグラフィックで描かれているように感じます。本作の主人公は火の村ティアナに住む少女バル。彼女は幼馴染のヒナと共に4年に一度マナの循環を支える巫女を任命するため各地を訪れているフェアリーを迎える祭りへと向かい、その祭りでヒナが巫女に選ばれたことから、バルは彼女を守りマナの木へ導くため壮大な旅に出発することになります。ゲームはセミオープンワールドのフィールドを冒険していく 3D アクションアドベンチャー。自然や精霊とのつながりを感じられる世界をめぐり、バルたちは様々な仲間たちと出会い、共に新たな試練に立ち向かっていくことになります。戦闘はスピード感のあるバトルと立体的なアクションが融合し、遊びの幅が大幅に進化。そして本作の新要素精霊機により、プレイヤーは精霊の力を宿した不思議な道具を駆使して探索やバトルで大きなアドバンテージを得ることができ、風や岩、さらには時間までも操り、進むべき道やアイテムを見つけ出すことが可能。また精霊機には風の精霊ジンや月の精霊ルナなど複数の精霊機が存在し、装備することでクラスチェンジが可能となり、キャラクターは新たなステータスや装備可能な武器が変化し、専用のアビリティや特技を使用できるようになります。広大なフィールドを自由に探索し、スピード感あふれるバトルを楽しみながら、温かく彩り豊かな世界観に浸ることができるシリーズファン待望のアクション RPG、 聖剣伝説ビジョンズオブマナは2024年夏頃リリース予定日本語対応の作品です。プリントロックザ・シージオブドーン、ファンタジー世界を舞台にしたオープンワールドアドベンチャー。本作の舞台は死後の世界への扉が開かれ、古の神々が率いるアンデッド軍団が解き放たれたことにより、人類が絶滅の危機に瀕している世界。プレイヤーは地上連合軍のメンバーである戦士ノア・バネックとなって、魔法の力を持つ狐のような相棒エンキと共に死の軍勢に対抗する人類最後の戦いに挑む物語が描かれます。ストーリー内容は詳しくは分かりませんが、公式ページには砂漠や遺跡を探索しながら黄昏の街に隠された謎を解き明かし、爆発物や兵器の専門家で構成されたブラックストリームサッパーズのメンバーを集め、神々との最後の戦いに備えていくという王道チックなストーリーが展開するようです。戦闘アクションはタイトルにもあるフリントロック式のマスケット銃と斧、そして魔法を組み合わせ強力なコンボを繰り出して戦っていくスタイリッシュかつ豪快な戦闘システムが特徴。またノアの旅は一人ではなく、魔法の力を持つ狐のような相棒エンキがサポートしてくれ、戦闘だけではなくフィールド探索においてもエンキとの連携がゲームの鍵となり、エンキの力を借りて空を飛んだり魔法を使ったりして旅を進めていくことになるようで、ノアとエンキそれぞれの能力を生かした冒険が楽しめそうです。フリントロックザ・シージ・オブ・ドーンは2024年夏頃リリース予定日本語対応の作品です。ハイパーライトブレーカー、幻想的な世界を描いたドット絵から 3D に進化したローグライク RPG。 本作は2016年にリリースされた前作ハイパーライトドリフターの物語と直接的なつながりはないものの、その世界観は引き継がれ、オープンワールドへと進化した大敗的な美しさが漂う広大な世界オーバーグロースを舞台に、プレイヤーはブレイカーと呼ばれる傭兵となって混沌とした世界を探索し、そして強大なモンスターに立ち向かうローグライクアクションになっています。ゲームはシングルプレイはもちろんマルチプレイにも対応。さまざまなバイオームが存在する世界は昼夜や天候の概念がありランダム生成となり、豊富に用意された武器やアイテムを収集しながらキャラクターを強化して世界を探索していくことになります。フィールド探索においてもウォールダッシュやホバーボード、グラインダーなどを駆使しながら自由度の高い探索が可能。近接武器、遠距離武器を使った多彩でハイペースなバトルなどが楽しめそうです。ハイパーライトブレイカーは2024年夏頃リリース予定日本語対応の作品です。デーモンスクール、ペルソナや新女神転生の影響を受けたオカルト学園タクティカル RPG。 本作はデーモンハンターの末裔フェイを主人公に、人間界と魔界の狭間に存在する謎の島で学園生活を送り、仲間との友情を育みながらも異形の者たちと戦う物語が描かれます。ゲームは学園パートと戦闘パート2つのパートで構成されており、
学校のスケジュールを計画して行動し、スキルの強化や能力の獲得、そして新しい仲間との出会いを通じて島の謎に迫る物語が展開していきます。戦闘パートでは主人公フェイのほか、スポーツ万能なダスティン、メディアオタクのヌート、そして写真に情熱を注ぐナマコといった総勢15人のキャラクターが登場し、必要に応じて4人のメンバーでパーティーを組んでバトルを行うことになります。本作の特徴となるのが独特な戦闘システム。従来のシミュレーションにあるようなユニットを選択して移動、攻撃、そのユニットのターン終了といったシステムではなく、本作では戦略フェーズとアクションフェーズ、2つのフェーズを通して戦略性の高い戦闘が展開していきます。まず戦略フェーズでは AP アクションポイントを消費して一人一人に行動を割り当て、決定したらアクションフェーズで一気に行動が実施されターンが終了。イメージ的にはアクションポイントがある将棋やチェスといったボードゲーム的な印象です。戦略フェーズでは AP が続く限り一人のキャラクターを動かし続けることもできますが、戦闘では仲間と連携したコンボ攻撃が重要となり、例えば攻撃した敵が1マスノックバックして、そこに仲間の追撃を加えることでコンボが発生。コンボをつなげるほどダメージが増し、一部のキャラクター同士のコンボによっては漫画風のカットイン演出なんかも登場するようです。学園生活と戦闘、そして友情という要素を巧みに組み合わせた独自の世界観を持つオカルト学園タクティカル RPG。デーモンスクールは2024年第2四半期リリース予定、日本語対応の作品です。サンドウォーカーズ。崩壊した世界を復興するファンタジーローグライクストラテジー。物語の舞台は人ではない部族が暮らす世界ウワンドゥ。この世界は巨大隕石の落下によって崩壊、大地は砂と化し、酸性雨や砂嵐、熱波といった異常気象、そして獰猛なクリーチャーや盗賊集団が跋扈する不毛の地と化してしまった。プレイヤーは全ての部族が共存できる場所を作り、争いのない平和な世界を再興するため、母なる大樹ウママを復活させる方法を探して、キャラバンを率いてファウチと呼ばれる不毛の地を探索していくことになります。ゲームは異なるジョブやスキルを持つ最大4人のメンバーで構成されたキャラバン隊を率いて、他の部族との外交及び交易関係を築きながらも、モンスターや盗賊が支配している土地を探索、開拓し、各地に避難所となる都市城を植え冒険を進めていきます。本作はローグライク要素を組み込んだ単性の戦闘が展開。キャラバンのメンバーは死んでしまうとロスト、予備人員の訓練をしたり、新しい仲間を雇ったりして次の冒険に備えるほか、旅を通して得た経験や知識は旅の記憶を通して次のキャラバンへ引き継ぐことが可能。先発隊の屍を乗り越え崩壊した世界を復興するローグライクファンタジーストラテジー。サンドウォーカーズは2024年第2四半期リリース予定、日本語対応の作品です。ザ・スピリット・オブ・ザ・サムライ。日本の封建時代を舞台にした横スクロールアクション。日本の伝承で語られる天狗や鬼といった妖魔の侵略から村を守るため、勇敢な侍たけし、精霊の児玉、そして猫の戦士チサイといった3人を主人公に、それぞれの特徴を生かして戦いに挑む物語が描かれます。本作の最大の特徴はストップモーションアニメーションを用いた独特な映像表現。物体をコマ撮りのように少しずつ移動させて連続した動きを作り出し、ゲーム内のキャラクターが独自でリアルな動きを表現することが可能。これにより美しい視覚効果と独自の雰囲気を体験できるものになっているとのことです。ゲームは横スクロールで展開、メトロイドバニアの探索要素も含まれており、プレイヤーは広大なマップを探索し、新しい武器やアビリティを発見して物語を進めていくことになるようです。日本の伝承や伝説とストップモーションアニメーションを融合させた独特な雰囲気で展開する 2D 横スクロールアクション。ザ・スプリット・オブ・ザ・サムライは2024年第3四半期リリース予定、日本語対応の作品です。エアボーン・エンパイア。空中都市建築ストラテジー。2023年3月にリリースされたエアボーン・キングダムの続編で、空飛ぶ都市で世界各地を冒険しながら資源や住人の管理を行い、空中都市を発展させていく胸躍るロマン作品です。前作同様に限られた資源を管理し、住民を幸せにするだけではなく、都市を浮遊させるための揚力、バランス、推進力といった物理学に基づくメカニズムを管理する必要もあります。また都市建設の一方では様々な世界を旅して個性的なキャラクターと出会い、宝物を探したりサイドクエストを受け負ったりする要素も盛り込まれており、世界を調査して手に入れたツールを使って研究や技術開発を進めたりと多彩な要素が盛り込まれています。新たに追加された要素としては、本作では空賊が登場。空賊は空中都市や地上の王国に襲撃を仕掛けてくるので、防御タワーや大砲、戦闘機などの兵器を準備し、敵の攻撃から住民を守ることが重要。
また都市や住人を守るだけではなく、空賊の本拠地に乗り込んで決戦を挑むことができ、空中都市同士の白熱した戦闘は本作ならではの魅力となっており、前作以上に深みと戦略性が増したゲームプレイが楽しめるようです。エアボーンエンパイアは2024年第3四半期リリース予定、日本語対応の作品です。ハニカム・ザ・ワールド・ビヨンド、遺伝子操作で新しい種を生み出す惑星開拓サバイバルアドベンチャー。物語の舞台は未知の惑星ソタ7。プレイヤーは環境破壊によって滅びた地球文明を再興するため、最先端技術を持つ巨大企業イオンコープによって、この未知の惑星に送り込まれた遺伝子工学博士のヘネシーとなって、多種多様なバイオームを探検し、拠点を拡張しながら生き残るため惑星に隠された謎に迫っていくことになります。惑星の探索では地球に存在しない動物や植物を遭遇することとなり、無害な生物もいれば対策が必要なものなど様々、時には資源を見つけるために危険を冒さなければならない場面もあるみたいです。そして本作の特徴となるのが遺伝子操作要素。資源を確保し、バイオ技術のスキルを高め、有害な植物を食用に適用する遺伝子操作を行ったり、獰猛な動物を人と共存できるように変化させるなど、人類の存続につながる発見を求めて冒険することになります。またアンリアルエンジン5を用いた未知の惑星は鮮明で美しく、スローペースでじっくりとプレイできるゲームとしてデザインされているとのことです。残念なことに当初予定されていた協力プレイ要素は開発中止と発表され、より良いゲーム体験を楽しんでもらえるようにシングルプレイへの特化を決めたとのことです。ハニカム・ザ・ワールド・ビヨンドは2024年第3四半期リリース予定、日本語対応の作品です。エンドゾーン2、人類の存続をかけて挑む終末世界サバイバルコロニーシム。本作は2021年にリリースされたエンドゾーン・ア・ワールド・アパートの続編となり、プレイヤーは大災害によって崩壊した世界を舞台に、居住可能な最後の土地を見つけ、生き残った人類の存続をかけて安定した居留地を築き上げていくことになります。放射能で汚染されたこの世界は、干ばつ、有毒な雨、砂嵐など絶え間なく脅威が襲ってくる過酷な世界。プレイヤーはそういった環境下の中、テクノロジーの研究や効率的なインフラを建設して経済を活性化させ、居留地を成長させ拡張していくことになります。本作では新要素としてプレイヤーが直接操作できる移動手段バスが追加され、これにより貴重な資源やテクノロジーが獲得できる新エリアの発見や新たな商人と出会うこともあり、さらにはゲームが進むにつれ車両を追加できたり、サバイバルに欠かせない商人との交易ルートを確立し、それを管理して交易スキルを高めたりと、ゲームプレイの幅が広がっているようです。本作は6月の Steam Next Fest に体験版が登場予定となっています。エンドゾーン2は2024年第3四半期リリース予定、日本語対応の作品です。エデンスキマータ、 UI やゲームデザインすらも変化する SF ミステリーアドベンチャー。本作はニーディーガール、オーバードーズなどで知られるワイソーシリアス、そして幻想スカイドリフト、終わる世界と君と僕を手掛けた日本のデベロッパー、イルカラボのエイキ氏が携わり、シナリオは推理小説家のマドイバン氏が書き下ろし、何度も解き直せるミステリーをコンセプトに、ゲームでしかできない謎解き体験を楽しめるものになっているとのことです。物語の舞台は閉ざされた研究所の一室。そこには博士と呼ばれる首のない死体が横たわっており、記憶をなくし自分が何者かもわからないプレイヤーはこの部屋で目を覚まし、殺人の容疑者となってしまったヒロインイブと共にこの事件の真相を解き明かしていくことになります。ゲームはどうも独自なシステムなようで、詳細は明らかにされていませんが、従来のポイント&クリックで進行するものの、新たな事実が明らかになるたびに UI そのものが変化し、ゲームの前提が変化していく新感覚のアドベンチャーになっているとのことで、個人的にはかなり興味を惹かれる作品です。エデンスキマータは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。国津神パスオブザゴッデス、和風テイストで描かれるカプコンの新作アクション。ゲームは独創的な和の世界観をテーマに、アクション要素である剣舞とストラテジー要素である采配を併せ持つ神楽戦略活劇。舞台となるのは神が住まうとされる花福山。どこからか禍々しい汚れと呼ばれる黒煙が立ち上り、瞬く間に山を覆い、特別な力を宿した12の面が奪われ、さらには人々の暮らしも失われてしまう。主人公である僧は神の力を持つ巫女ヨシロと協力し、村の汚れを払い清め、花福山の平穏を取り戻すため異国と呼ばれる魑魅魍魎との戦いに身を投じていくことになります。
ゲームは爽快感あふれる剣舞のアクションと戦略性を楽しむ采配を融合した作品のようで、昼間と夜間の2つのフェーズで物語は進行。昼間は村を探索し汚れを払い村人を救出し、夜間は僧と救出した村人たちが協力して異国と戦い、汚れを払いながら吉郎を鳥居まで導いていくといったゲームシステム。救出した村人には戦闘職を与え、村に配置して夜間の戦闘に備えることができます。どの村人を使っていくかはプレイヤー次第。近距離攻撃が得意な村人がいれば仲間を回復してくれる村人も存在し、戦闘前にどこに配置するかなどの戦術要素も本作の特徴のようです。また僧や村人たちは仮面を身につけており、この仮面にはそれぞれ異なる神の力が宿り、村を汚れから浄化して救っていくことで様々な能力を秘めた仮面が手に入っていくとのこと。国津神パスオブザゴッデスは2024年リリース予定日本語対応の作品です。While we wait here。 制作は高評価したい料理屋経営シミュレーションラビネスデビッツを手掛けたバッドバイスゲームズの作品です。今作では世界の終わりが目前に迫る中、ダイナーにやってくるお客さんたちに食事を提供するマルチエンディングのレストラン経営アドベンチャー。ダイナーを訪れる人たちは世界の終わりが迫っているにもかかわらず、この事態を軽く受け止めていたり自分への罰として受け入れていたりと様々で、プレイヤーは彼らの悩みや選択に耳を傾けながら料理を提供していくことになります。ゲームは一人称視点で展開。山岳地帯の田舎町に佇む小さなダイナーを舞台に、プレイヤーはこのダイナーのオーナークリスとなって世間話をしながらもハンバーガーやビールなどをお客さんに提供し、平凡な日常を過ごしていきます。しかし平凡な日常は突如流れたニュースによって一変し、世界の終わりに対峙していくことになります。体験版も日本語で遊べ、翻訳精度も高く、その人物がどんな人物なのかわかるような翻訳になっていました。レトロ感のある荒削りなグラフィックで描かれる雰囲気が抜群で、それぞれのキャラクターの動作も細かく、一昔前のアメリカの映画を見ている感があって、個人的にはかなり好印象でした。 While we wait here は2024年リリース予定日本語対応の作品です。ネオベルリン2087。サイバーパンクな未来のドイツベルリンを舞台にしたアクション RPG。 物語の舞台は2087年、テクノロジーの進化によって富裕層と貧困層が分断された都市ネオベルリン。荒野にそびえる都市は光り輝き、街を覆う壁は高く、外界と遮断され、技術の進歩とサイバー化によって富裕層は街を支配し、それとは対照に貧しい人々は壁の外のスラムで残された食料と希望を求め懸命に暮らしているディストピアな世界。そんな世界でプレイヤーは刑事ノーランとなって、この都市で起きた警察署長の惨殺事件、そして行方不明になった署長の娘ナタリの調査を進めていく中で、やがて複雑な社会の背後にある陰謀と対峙していくこととなり、正義、友情、愛、そして犠牲と裏切りをテーマとした奥深い物語が描かれるようです。ゲームはアンリアルエンジン5で描かれる美しいグラフィックが特徴で、一人称視点と三人称視点を切り替えてプレイすることも可能。プレイヤーであるノーランは他人の心をハッキングして行動の動機を読み取る能力を持っており、この能力を使って事件を解決する手がかりを見つけていくゲーム展開になるようです。また戦闘アクションも激しそうで、キャラクターの能力や武器を好みのプレイスタイルに合わせてカスタマイズし、シューティング、ステルス、RPG 的なアプローチなど様々なプレイスタイルを楽しめ、壁の外に広がる危険な荒野の探索やプレイヤーの選択によって物語に変化する要素などが盛り込まれているとのこと。未来のサイバーパンクディストピアを舞台にしたアクションアドベンチャー、ネオベルリン2087は2024年リリース予定日本語未対応の作品です。ベイビーステップ。35歳ニートオヤジを操作する校内の山登りアドベンチャー。本作の主人公は35歳無職のおっさんネイト。何の魅力もない落ちこぼれで定職にもつかず実家暮らしの彼は、ある日突然見知らぬ場所にテレポートし、そこで彼は特別な力があることに気づきます。なんとその力は片方の足を前に、もう片方の足を前に出すという力、そう歩く力を手に入れたのだ。プレイヤーは歩くことに目覚めたよちよち歩きのネイトを操作して、洞窟や山道など足場のない場所や段差のある場所、細い道など険しい道を上手に歩かせていくことになります。ただ歩くだけですが、おそらく高難易度なゲーム設計。本作の開発は壺に入って山を登る壺王子こと、高難易度イライラ山登りアクションゲッティングオーバーイットを手掛けたベネット・ホディ氏や、ゴリラが大暴れするエイプアウトのスタッフが制作。
よちよち歩きで歩くおっさんというシュールな絵面に予測不能な物理演算要素が組み合わさったらこんなん終わらずにいられないでしょうね。そこにこのゲームシステムに劣らないユニークな物語を織り交ぜてきそうなので期待は膨らみます。ベイビーステップは2024年リリース予定、日本語未対応の作品です。Nobody Want to Die。 2329年のニューヨークを舞台にしたサイバーパンクノワールアドベンチャー。人類技術が進歩し、メモリーバンクに意識を保存してボディを交換することが可能になったことで、永遠の命が現実なものとなり、モラルが消え去ろうとしているディストピア世界。そんな世界でプレイヤーは刑事ジェームス・カラとなって、上司の指示により若き連絡官サラ・カイの協力のもと、都市の支配層を狙う連続殺人鬼を追跡する物語が描かれます。ジェームスは時間を操作するデバイスなど高度な技術を活用して、事件現場で起こったことや殺人に至るまでの出来事を再現しながら調査を行うことができ、捜査を進めていくうちに都市の支配層にうごめく深い闇、そして連続殺人鬼の恐ろしい真相が明らかになっていきます。ゲームはアンリアルエンジン5を用いた実写的で美麗なグラフィックが特徴。その映像美はレトロノワールな雰囲気を漂わせる本作独自のサイバーパンクの世界が描かれ、プレイヤーはトランスヒューマニズムと不死の危険性が描かれるディストピアな未来世界に身を投じ、永遠の命が実現し死が過去のものになった社会で腕利きの刑事として連続殺人鬼を追い詰めるサイバーパンクノワールアドベンチャー。Nobody Want to Die は2024年リリース予定、日本語対応の作品です。 Yes Your Grace Snowfall。 国王となって民の要求に応えていく王国管理 RPG。 2020年にリリースされた国民の意見を主選択する王国運営 RPG Yes Your Grace の続編タイトルです。詳細はまだ明らかにされていませんが、前作と同様にプレイヤーは危機的状況に陥っている小国の王として、日々やってくる人々の声に耳を傾け、限られた資源をうまく管理しながら、その願いを聞き届けるか決断していくことになるようです。やってくる人々は魅力的な提案を持ちかけてくるものや、難しい選択を迫る問題を抱えた人など様々で、その他にも協力的な領主や王もいれば、妨害しようと企む者たちもいる世界。さらに問題は国や国民だけにはとどまらず、自分の家族である王族たちの間にも発生します。王として悩み、犠牲を払い続け、選択した未来に待っている結末はどうなるのか。小国の王の苦悩を描く王国管理 RPG Yes Your Grace Snowfall は2024年リリース予定、日本語未対応の作品です。エコー・オブ・ザ・リビング。90年代の名作に影響を受けた固定カメラ視点のホラーアクション。本作は見ての通り初期のバイオハザードにインスパイアされた作品となっており、90年代のクラシックなサバイバルホラーゲームの本質を捉え、最新のビジュアルと新世代のグラフィックを駆使した視覚的恐怖に焦点を当てた作品です。物語の舞台は1996年ヨーロッパにある静かな街。晴れた夜に突然謎の霧が街を覆い、それから間もなく人々は姿を消し、死者が通りを歩くようになった世界。プレイヤーは街で生き残ったローレルと元特殊部隊メンバーのリアムとなって生き延び、この事態の謎を解明し脱出することになります。ゲームでは血に飢えたゾンビ、変異した動物、様々な敵と対峙しながらも、限られたリソース、謎解き、在庫管理といった要素や複数のストーリーが用意されているとのこと。物語とゲームプレイはクラシックな要素を多く取り入れているものの、懐かしさを保ちつつ現代風にアレンジし、新しいゲーム体験を楽しめそうです。エコー・オブ・ザ・リビングは2024年リリース予定、日本語未対応の作品です。ザ・プリシンクト。犯罪と汚職が蔓延する80年代ポリスアドベンチャー。ゲームは80年代の犯罪と汚職がはびこるアメリカの警察をテーマにしたネオンノワールアクションサンドボックスポリスゲームとのこと。舞台は1983年のアビルノシティ。プレイヤーはポリスアカデミーを卒業したばかりの新人警官ニック・コーデル・ジュニアとなって、駐車違反から銀行強盗、カーチェイスや麻薬取引といった次々に発生する犯罪に立ち向かいながらも、父で殉職した警官の死の真相に迫っていくことになります。常に変化し続けるアビルノシティの犯罪は自動生成され、犯罪を取り締まる中で様々な判断が求められ、プレイヤーの判断がゲームの進行に影響を与えていくことになるようです。また本作では世界観や時代背景だけではなく、スラム街から金融街まで多彩なロケーションが再現され、80年代のアメリカを感じることができそうです。ザ・プリシンクトは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。
ナイトイズカミング。ファンタジー世界を舞台にしたサバイバルシティビルダー。物語の舞台はスラブ神話と北欧文化が持つ神秘的な雰囲気に影響を受けた世界。プレイヤーは入植地を管理し、人々の生活状態に気を配りながらも住居などを建設し、採掘やクラフトなどを行わせ、徐々に入植地を拡大していきます。様々なロケーションを開拓していく中で、最終的には世界を救うことになるといったスケールの大きそうな作品。開拓民は一人一人独自の特性、アビリティ、ニーズ、属性、スキルレベルを持っており、それらを把握して効率的に入植地を発展させていくことになります。また気温の低下や吹雪などの環境の脅威だけではなく、夜の訪れとともに神話上の怪物が入植地を襲いにやってくるので、強固な防衛手段も必要。ナイトイズカミングは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。エリン、名作フリーゲームエロの続編タイトル。2007年にリリースされ、個人制作でありながらも非常に高い自由度で話題となり、カルト的人気を持つ名作フリーゲームエロの続編タイトルです。本作では前作のローグライク要素を重視しつつも、新たなシステムの追加やグラフィックの向上が図られており、より一層自由度の高い生活が送れるようになるとのことです。ゲームは前作エロナの30年後の世界イルバを舞台に、異形の森を巡る人間とエレアの壮大な物語が描かれ、トルネコの大冒険や風雷の試練のような単性の行動システムで展開。ランダム生成によるダンジョンや豊富なキャラクターカスタマイズ、多彩なスキルの数々など、従来のローグライクらしいゲームプレイを引き継ぎながらも、今作ではクラフトやサバイバル要素、拠点の建築と運営機能が追加され、正面の見下ろし視点から斜め見下ろし視点のクォータービューに変更され、グラフィック性能も大きく向上しているとのこと。また世界設定に沿って作り込まれた固定マップを中心に、ダンジョンやコンテンツが自動生成されるサンドボックス型の RPG になるようです。エリンは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。アロフト、浮遊する島々が大空に広がるオープンワールドクラフトアドベンチャー。プレイヤーは風に乗って浮かぶ島々を渡り歩きながら、未知の世界への冒険に挑むことになります。ゲームは三人称視点で展開し、大空に浮かぶ島々でのサバイバル、そして探索とクラフトが魅力的に組み合わさり、ソロまたは最大8人でのマルチプレイを楽しむことができます。本作は大空を舞台にした世界観だけではなく、グライダーを使った空中探索、水を得るために流れる雲を利用したり、風車を建設し風の力を利用することで自動化された環境を構築したり、さらには浮島に帆を立てると船のように移動することも可能と、ユニークなアイデアがたくさん盛り込まれています。また浮島の中には菌類の感染が広がり、凶暴なキノコのモンスターが生息する島も存在し、そうしたモンスターとの戦いや菌類それぞれに対応する除去技術を開発し、浮島を開放することで新たな作物や資源、家畜となる動物を入手できるようになります。アルフトは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。インディ・ジョーンズ大いなる円環、若き日のインディ・ジョーンズを体験できるアクションアドベンチャー。本作はレイダース失われたアークとインディ・ジョーンズ最後の聖戦の間となる1937年を舞台に、若かりしき頃のハリソン・フォードが演じるインディ・ジョーンズそのままに古代の力と結びついていると言われるグレートサークル、大いなる円環の伝説をめぐる物語が描かれます。物語の舞台はマーシャル大学からバチカン、エジプトの砂漠、タイのスコータイ遺跡、ヒマラヤ山脈など世界各地に広がり、それぞれのロケーションではストーリー進行上必要でない謎の解きも数多く隠されており、探索を進めれば進めるほど新たな発見もあるとのこと。ゲームは一人称視点をメインに展開。カットシーンや壁面登りなどの移動中は三人称視点に切り替わり、インディ・ジョーンズらしいコミカルな演出も盛り込まれています。インディの代表的なアイテムであるムチは、敵を攻撃したり陽動に使ったりするだけではなく、ポールに引っ掛けてスイングしたり壁をよじ登ったりと移動にも活用でき、戦闘では近接戦、ステルス、銃撃戦が織り交じり、敵との戦闘をどう切り抜けるかはプレイヤー次第。登場人物はインディの仲間となる女性報道記者のジーナ、敵対組織を率いる冷徹な悪役エメリヒュホス、そしてインディの友人であり大学の上司でもあるマーカス・ブロディなど多彩なキャラクターが登場。映画で見たインディ・ジョーンズらしいコミカルな演出や手に汗握るアクションが楽しめそうです。インディ・ジョーンズ大いなる円環は2024年リリース予定、日本語対応の作品です。ついてこれる？それはレベルゼロエクストラクション。2058年の近未来を舞台にした非対称型サバイバルホラー。
プレイヤーは最大3人の傭兵で構成される3つのチーム、または2体のエイリアンとなって、それぞれの目標達成を目指し、宇宙ステーションで攻防を繰り広げていくことになります。傭兵チームは武器はもちろん、モーションセンサー、ライトトラップなど、多種多様なガジェットを駆使してエイリアンから生き延び、研究データやクラフト資源など、戦利品を手に入れ、宇宙ステーションからの脱出を目指し、反対にエイリアンチームは影に潜み、壁越しに人間をスキャンしたり、罠を仕掛けたりなど、強力なエイリアンアビリティを使って、すべての人間の排除を目指します。傭兵でのプレイでは、回収してきた戦利品を使って、複数の商人からの評判を上げることで、より良い装備やユニークなアイテムを手に入れることができ、新たなパークをアンロックして自分だけのプレイスタイルを構築することが可能。またエイリアンも同じくレベルアップして新たなスキルを獲得し、より強力な能力を使いこなすことができるようになるようです。そしてストアページには PVPVPVE と記載されており、エイリアンだけではなく傭兵チーム同士での対人戦も本作の特徴。探索にあたっては制限時間が存在し、戦利品や脱出ポイントには限りがあるため、傭兵となる3チームは敵対する可能性も存在。対エイリアンではなく対人となるため、それぞれに違った戦略や戦い方での戦闘が繰り広げられていくことになるようです。レベルゼロエクストラクションは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。スタートラッカー、宇宙でトラックを運転するドライビングシミュレーション。プレイヤーはアメリカで走っているそうな宇宙船型のトラックを運転して、宇宙を旅しながら貨物の運搬をはじめ、宇宙ゴミの回収、金製品の輸送など様々な仕事に挑戦していくことになります。登場するトラックはタイヤではなくロケットエンジンで走行する宇宙船となり、現実と未来的な世界観が融合されててロマンを感じます。この宇宙には超高速道路が存在し、両脇にライトが付けられたレーンに沿って銀河を走行し、目的地を目指すことになるようですが、宇宙空間なので左右だけでなく上下にも注意しながら運転しなければならず、このレーンから外れると宇宙ゴミによって車体が傷つき、時には船外で宇宙遊泳しながらパーツの交換や修繕をしなくてはならないようです。またお金を稼いでトラックをアップグレードする要素やスキルツリーといった RPG 要素も用意され、ゲームを進めていくことで冷凍設備を備えて冷凍食品を運べるようになったり、予備の燃料やバッテリーを蓄えて長距離航行ができるようになったり、遊びの幅は広そうです。体験版をプレイしてみて、期待以上にロマンある作品で、よくあるシミュレーター系のゲームをイメージしていましたが、かなりしっかりした作りになっていました。スタートラッカーは2024年リリース予定、日本語未対応の作品です。メナス、辺境の惑星の秩序を取り戻す SF タクティカル RPG。 中世の単性タクティカル RPG バトルブラザーズを手掛けたオーバーハイブスタジオの作品です。物語の舞台は銀河の中心コアワールドから遠く離れた無法地帯ウェイバック星系。この星系では犯罪者をはじめ宇宙海賊や怪しげな企業が支配しており、プレイヤーはバラバラだった地元住民を団結させ、部隊を編成して秩序を取り戻すための戦いに挑むことになります。ゲームでは様々な惑星から依頼されるミッションが押し寄せる中、どの惑星に対応しどのようなリソースを投入しいつ交戦するかはプレイヤー次第。人員や物資は現地調達、隊員は傭兵や犯罪者をリクルートし、武器や装備は地元の闇商人から仕入れたり、敵の装備を奪いミッションを成功に導いていきます。また作中では様々な派閥が登場するようで、物語を進める中で複数のミッションへと分岐し、プレイヤーの決断は星系全体に影響を与え、選択によっては同盟を結んだり敵対したり、それぞれの派閥との関係性によってメリットデメリットを得ることになるようです。さらには武器商人や造船工と関係性を築くことで装備や船のアップグレードが可能。物語においてもキャラクター重視になっているようで、それぞれのキャラクターには名前が割り振られ、個々にバックストーリーが設定されており、プレイヤーは指揮官として彼らと交流することで評価や指揮に影響を与え、戦場内外でのパフォーマンスが左右されていくとのこと。ランダム生成されたマルチミッションとバトルマップ、豊富なキャラクター、そして数えきれないほどの装備のカスタマイズにより、プレイするたびに異なる展開を楽しめる SF タクティカル RPG。 メナスは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。ストリートオブローグ2、アナーキズム全開なローグライク RPG。2019年にリリースされた人気作ストリートオブローグの続編となり、前作を上回る予測不能なオープンワールドを舞台に、特徴の異なる職業から選んだキャラクターで自由度の高いプレイを楽しむことができます。前作では街が舞台でしたが、本作ではオープンワールドへと進化し、
その広大な世界で悪党集団を結成して政府の乗っ取りを企てるもよし、善行を積んで名声と栄光を得るもよし、農場を経営して大金持ちになるもよし、プレイヤーの目標や遊び方など完全に自由な生活を送れるのが本作の特徴。ランダム生成されるオープンワールドは前作のステージの100倍以上にも及び、ネオンの輝く都市、のどかな田園地帯、神秘的な洞窟、陽光が降り注ぐ島々、さまざまなロケーションが登場します。戦闘ではスニーキング、ハッキングといったおなじみの要素に加えて、建築や農業、ドライブといったさまざまな行動が可能で、クラスについても科学者、ハッカー、吸血鬼、泥棒、レスラー、ゴリラなど多彩で、拠点建築要素も充実しており、乗り物についてもカスタマイズ性は高く、仲間を乗せて走ることもできます。本作の物語は汚職に手を染める大統領を打ち倒し、国家権力を掌握する目的としたアクション RPG で、目標に至る手段は完全にプレイヤー次第。傭兵部隊を雇ってクーデターを企てたり、吸血鬼を召喚して大統領暗殺に協力してもらったりと、攻略方法は無数に存在。またオンラインとローカルでの協力プレイにも対応しているため、仲間と一緒に冒険することも可能です。何でもありの予測不能なローグライト RPG、 ストリートオブローグ2は2024年リリース予定、日本語対応の作品です。ザ・アルターズ、クローンを作り出し窮地を脱出するサバイバルアドベンチャー。本作の舞台は地球から遠く離れた未知の惑星。主人公はこの星に不時着し、一人取り残されてしまったヤンドルスキー。しかし彼が不時着した惑星は引力に引っ張られ、ゆっくりと太陽へと向かっており、この状況を打破するため、ヤンは生物の成長を早める鉱石ラピジウムを利用して自分の複製であるアルターを作り出し、彼らと協力して窮地を抜け出していくといった本作なんですが、制作が極寒の世界を生き抜くフロストパンクや戦時下を生き抜く市民を描いたディス・オブ・マインなどを手掛けた11ビットスタジオということで、期待せずにはいられませんね。自分の分身となるアルターなんですが、ただのクローンではなく、それぞれが異なるスキルや性格を持ち、それぞれが歩んできた人生、そしてこれから歩んでいく人生も全く異なるものとなっており、そういった彼らとの関係性をどう構築していくかはプレイヤー次第。ゲーム的には太陽に近づくにつれ上昇していく放射線が臨界点に達する前に基地を移動するといった時間制限付きのサバイバルが展開するようです。ザ・アルターズは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。エイジオブミソロジーリトールド、神話上の神々と英雄をモチーフにしたリアルタイムストラテジー。本作は2002年にリリースされたエイジオブミソロジーを現代向けにリマスターした作品とのことで、グラフィックの美麗化やゲームプレイ要素を刷新し、新旧両方のプレイヤーが楽しめるものになっているとのこと。ゲームはオーソドックスなリアルタイムストラテジー。プレイヤーはギリシャ、北欧、エジプト、アトランティスから神々を選択して、文明を発展させながらも神話に登場する英雄やモンスターたちに指示を出し、戦闘を行い敵対文明を打ち破ることを目指していきます。またユニット同士の戦闘だけではなく、ゼウス、オーディン、ラーなどそれぞれの神が持つ神秘的な力、ゴッドパワーを駆使することでイナゴの大群を呼び寄せたり、敵を豚に変えるなど戦況を大きく変化させることも可能。さらにキャンペーンモードも充実しており、トロイの城壁を包囲したり、ミッドガルドのいてついた荒野で巨人と戦ったり、エジプトの砂漠でオシリスの謎を解き明かしたりと、50以上のミッションを通して広大で神秘的な世界の冒険を楽しむことができます。エイジオブミソロジーリトールドは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。キングメーカー、まさに中世版戦国自衛隊なアクションストラテジー。本作は500年前の戦争に明け暮れるイングランドを舞台に、タイムスリップした主人公がアサルトライフルやグレネードランチャー、戦闘ヘリなどの現代兵器を用いて歴史の流れを変える三人称視点のアクションストラテジーです。知ってる人は見た瞬間戦国自衛隊やんと思ったのではないでしょうか。まあ、そんな本作なんですけども、タイムスリップしたエリート部隊の一員である主人公が、数千の兵士が AI で動く大規模な戦場部隊に現代兵器を用いて無双したり、攻城戦で城を落としたり、または籠城戦で城を守り抜いたりといったリアルファンタジーな戦いを体験できるものとなっているとのことです。TPS での戦闘と各部隊に指示を出すストラテジーを融合させたようなシステムとなっており、戦況に応じて戦闘と指揮を切り替えながら勝利を目指すといったものになるようです。
物語的にはポストアポカリプスな未来を変えるため、過去に遡り歴史を改変し、未来の危機を回避するというもので、プレイヤーの選択によっては未来の世界のあり方が変わるといった要素もあるようです。トレーラーでは未来世界も映し出されているので、もしかすると過去だけではなく色々な時代で戦闘を繰り広げていくことになるかもしれません。ゲームはシングルプレイまたは最大4人でのマルチプレイに対応予定とのこと。キングメーカーは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。ニバリス。ネオンきらめく大都市ニバリスを舞台にしたライフシミュレーション。本作はブロックベースで作られたサイバーパンクな街が印象的な未来都市配達人アドベンチャー、クラウドパンクのスピンオフ作品です。プレイヤーはこの街で屋台、ラーメン屋、売店などを経営し、最終的にはバーやレストラン、ナイトクラブの経営に乗り出し、夜の街を支配する存在へとなっていく作品とのこと。作中では街の中を歩いている人に話しかけられる人が存在し、彼らにはパラメータがあって、話しかけたりクエストをクリアすることでパラメータが変化し、恋愛したり敵対したり関係性を作り上げていくことができるとのこと。また本作は他の生活シミュレーションと少し違い、ストーリーを主軸にした展開でエンディングが存在。プレイヤーはエンディングに向かってゲームを進めながらも、ラーメン屋を経営したり、農業や魚釣りをしたりもできるので、ある程度は半永久的に遊べるゲームになっているとのこと。ニバリスは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。JDM ジャパニーズドリフトマスター。風光明媚な日本を舞台にしたドリフトレースゲーム。ジャパニーズドリフトマスター JDM は、日本で人気となったドリフトカルチャーをテーマに、日本の美しい自然や都市の景観を描くレースゲームです。オープンワールドで描かれた美しい日本を舞台に、プレイヤーは日本のドリフトシーンで名を馳せようとする外国人ドライバーとなって、実在の場所をモチーフにした数千キロもの道路が広がるオープンワールドを舞台に、プレイヤーは昼夜のサイクルや天候の変化をリアルタイムに感じながらレースバトルを繰り広げていくことになるようです。今年の夏頃にはプロローグ版にあたる JDM ライズオブザスコーピオンを配信予定。プロローグ版ではサソリと呼ばれる日本人ハサシハトリを主人公に、舞台となるハイマカ湖畔の街でレースを繰り広げ、地域で一番のレーサーを目指すことになるようです。JDM ジャパニーズドリフトマスターは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。ザ・ランチャーズ。オープンワールドカントリーライフシム。大都会でのストレス社会に疲れた主人公が、一握りのお金を元手に田舎で新しい生活を始める物語。ソロまたは最大4人で遊べる本作は、オープンワールドの何でもできる系スローライフシム。新しい土地を購入し、牧場経営をベースに生活を始め、動物の飼育や作物の栽培で資金を蓄え、さらなる土地を購入。またアイテムクラフトや建物建築要素もあり、マイホームを自らが建築し、室内の家具やインテリアもクラフトで作れるなど、比較的自由度の高いゲームシステムが特徴。さらには自転車、スクーター、数種類の自動車、熱気球といったたくさんの乗り物に乗って広大なオープンワールドを冒険することも可能で、この世界のどこかにあるファンタジーな場所で RPG 要素である戦闘が繰り広げられたりと、何でもありの田舎暮らしを満喫できるようです。トレーラーを見てても現実をモチーフにしているのかなと思いつつ、途中から火を吹くモンスターが出てきたりと、リアルファンタジーな世界観で展開していきそうな気もします。ザ・ランチャーズは2024年リリース予定、日本語対応の作品です。リトルナイトメア3。人気ホラーアクションアドベンチャーリトルナイトメアシリーズの最新作。シリーズを通して小さな子供が不気味な世界からの脱出を目指す冒険が描かれ、全世界でシリーズ累計1200万本を突破した人気シリーズの最新作です。本作ではローとアーロン2人の主人公が、美しくも歪んだ世界ノーウェアを舞台に、様々な脅威から逃れ、謎を解き、この世界からの脱出を目指す物語が描かれます。ゲームではシリーズ初のオンラインマルチプレイが導入され、最大2人で協力して遊ぶことが可能。なおシングルプレイ時には CPU が片方のキャラクターを操作するとのことです。ローとアーロンはそれぞれが固有のアイテムを所持しており、アーロンはスパナで壁を壊して通路を作ったり、ローは弓矢でギミックを操作したりと、独自のアクションを駆使して互いに協力し道を切り開いていくことになるようです。トレーラー映像でも巨大な怪物が迫る中、2人が協力してギミックを操作したり、傘を使って飛んだりする場面が確認でき、プレイヤー同士の連携が重要そうです。不気味な雰囲気や世界観はそのままに、ゲーム要素が強化され、この世界への没入感を高め、常に緊張感のあるゲームプレイを楽しむことができそうです。リトルナイトメア3は2024年リリース予定、日本語対応の作品です。
キングダムカムデリバランス2。15世紀初頭のボヘミア王国を描くオープンワールドアクション RPG。 本作ではチャールズ4世の死後に混乱に陥ったボヘミア王国を背景に、前作から引き続いての主人公ヘンリーの物語が描かれます。カジアの息子として平和に暮らしていたヘンリーは、ジギスムントの傭兵部隊によって村が襲われ、両親を失い復讐を誓い、騎士見習いとして成長し、様々な任務をこなしながら生き抜いていくことになります。今作では首都プラハに次ぐ繁栄を誇る王国第二の都市、クッテンバーグを中心に物語が展開。広大なフィールドマップは前作の2倍の規模で用意されており、ストーリーは前作の地方の下級貴族を超え、王や上級貴族が登場し、宮廷での政治をめぐる壮大な物語が描かれるとのこと。プレイヤーはヘンリーの外見やスキル、装備をカスタマイズしながら、自分だけの物語を紡ぐことができ、戦士、盗賊、騎士など、プレイヤーの行動や選択によりヘンリーの人生は大きく変化。また、戦闘システムはリアルで命がけの剣術や、新たに登場するクロスボウや初期の銃器など、史実に基づいた武器を用いた直感的な戦いが楽しめるようになっているようです。本作の制作は250人以上のスタッフが開発に携わり、リアルさを重視した前作からさらにスケールアップ。カットシーンの収録時間は5時間以上に及び、乗馬、家事、狩猟、調合などの生活要素や、ボードゲームなども楽しめる豊富なコンテンツが用意されており、プレイヤーはより深くリアルな中世のボヘミアに没入できるようになるようです。キングダムカムデリバランス2は2024年リリース予定、日本語対応の作品です。はい、今回は Steam で2024年下半期にリリースされるであろう面白そうな作品をピックアップしました。気になる作品はあったでしょうか？おそらく1時間以上の動画になっているかと思いますが、最後までご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございます。おそらく下半期だけで 4,5,000本リリースされると思うので、50本じゃね、全然足りないと思いますが、厳選ピックアップして紹介させていただきました。いや、下半期面白そうな作品がたくさん登場してきますね。来月の Steam Next Us も楽しみです。今回は以上となります。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。